こんにちは。ブラを捨て旅に出ようの著者、旅作家のあゆみりえこです。はい、今日はですね、大好きな業務スーパーで買ってきたところてんをちょっと食べてみたいと思います。はい、こちら、はい、こちらですね、大容量で 520g ですね、253g が2つになってます。これ、ね、切り取り線があるんでちょっとここ切っていきますね。切りにくいな。あ、ちょっとこれね、手で切れない、手で切りにくくてバーって汁が出るとちょっと困るので、ちょっとハサミを使ってみます。業務スーパーってやっぱね、こういうところのちょっと切りにくいとかね、割とそういう欠点がある商品もあったりしますね。はい、まあ、ハサミだったら安全なんで。はい、切れました。はい、ではこっち開けていきます。これもね、結構汁が飛ぶから怖いんだよね。これは怖い。ちょっとハサミで開けないと怖い。ね、私汁をよく飛ばしがちなんで、汁がね、私飛ぶのが嫌なんですよ。あ、そうかそうか。ここ開けてもまだなんだ。あ、まだ大丈夫でした。どうやって開けんの？あ、これね、多分ハサミか包丁ですね。ハサミか包丁がないと。うわっ、うわっ、出たよ、汁、汁事件。で、汁がプシューってなってしまったので、一旦このね、お皿にこの汁を入れます。こういうね、汁物はこれがあるから怖いですよね。汁がなくなってからですね、この、あっ、やばい、汁が飛びまくってる。汁を全部こっちに移してか、あっ、麺というかところてんを出したいと思います。うわ、結構びっちょびちょ。はい、開けました。じゃーん、こちらが業務スーパーのところてんです。まあ、このまま食べてもいいんですけどね、あのやっぱりお皿に移し替えた方がいいと思うんで。これちょっと汁が、いや、大問題発生、お皿が小さすぎた。これはね、ちょっと緊急に飲むしかない。ばっ、ところてんってこんな酸っぱいっけ。酸っぱいです、酸っぱい。ところてんといえばね、やっぱこのタレだと思うので、このタレをちょっと入れて甘くしていきます。やっぱね、業務スーパーの商品安いんですけど切れない。あ、タレはまずいよ。タレはこぼしたらまずいよ。ほんと。洋服が。タレを入れました。ところてんでこんな大変な思いをすると思ってなかった。はい、じゃあところてんいただきます。こっからはね、ひたすら食べますよ。じゃん。美味しそう。ほらね、ほらね、もうさっきからさ、うんうん、美味しい。普通にところてんです。あ、この汁、これタレかけると結構甘いね。美味しい、さっぱりしてる。はい、このところてんのね、栄養成分なんですけど、エネルギーが10キロカロリー、タンパク質 0.8、脂質 0g、 炭水化物 2.6、 食塩相当量 2.8 ということで、もうほとんどカロリーないですからね、ダイエットにはすごくもってこいの商品だと思います。でもなんか久しぶりに食べたんで、ちょっとこれ
きついですね。お酢が結構きつい。ところてんってさ、やっぱり好きな人と嫌いな人分かりますよね。美味しい。さっぱりだね。うん。これは本当に夜食べても罪悪感ないですね。カロリーがないから。これ冷やして食べなかったら絶対食べれないと思う。冷えてるから美味しい。はい、ごちそうさまでした。まだ汁は残ってるんですけど、さすがにこの汁だけはちょっと飲めないので、はい、ところてんと一緒だったらいいんですけどね。まあ、あとね半分残ってるので、はい、また夜中とかちょっとお腹空いた時に、まあ、罪悪感のないおやつとして食べたいと思います。はい、というわけで今回はお酢が喉に、はい、というわけで今回は業務スーパーのところてんを食べてみたということで、はい、結構コスパがいいので、夜食にいいと思います。ダイエット中のねおやつとしてもすごくいいと思うので、気になる方は買ってみてください。はい、それではまた次回の動画でお会いしましょう。エミリーコでした。